実はこいつ、効率のことを考えるなら、ヒーローの本や戦いの本より断然お得な時があります。はい、どうも皆さん、こんにちは。皆さんはアルバイトの雇用使ってますでしょうか？クラカチャンネルのケースケ実況のケースケです。ポン！ということで、イベントでやってきましたアルバイトの雇用ですね。はい、こちらのイベントやってきた時ね、もう動画にしたらですね、もうめちゃくちゃエメラルド高えよって、こう不満のね、評判悪いコメントついたんですよ。なんですけど、私ケースケは実況の指摘には結構いい方のイベントだと実は思ってるんですよ。結構これね、効率とかね、考えたら全然ね、マジックアイテムとかよりも、効率的に村育てられるし、結構ね、魔法アイテムとかよりも全然安くね、自分の村育てられるんで結構いいと思ってるんですよ。で、前回の動画でね、紹介した時にですね、まあ、エメラルド高えよっていうね、コメントたくさんついたんですけれども、視聴者様で、結構ね、まあ、少数派なんですけど、結構いいじゃん、っていうね、コメントとかもいただきましたんで、今回はね、まあ、人によるんですよ。まあ、人によります。ですけど、ゴブリン大工ですね、とか、アルバイトの声ね、こちらね、どんな時に使っていくといいかっていうのをね、皆さんに解説していこうと思います。はい、なのでね、こういう風にクラカドがほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間見たに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、あとチャレンジを攻略を動画にしていきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ゴブリンですね、アルバイトの雇用、こちらの活用法ね、解説していきましょう。レッツゴー。課金される際は右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコードケースケの入力をよろしくお願いいたします。はい、じゃあそしたらね、まあ、どんな人がね、こちらのアルバイトの雇用を活用していくかっていうと、まあ言ってしまうと課金無課金でも言えるのが、もうエメラルドでそんな魔法アイテムか普段ねそんな買わずになんとなく貯めてる方は、まあもう全然ね、この機会に使っちゃっていいと思います。まあ、言ってしまうと、大工7人目やってくるってイベント初めてですし、で、しかも、ラボで2つ研究できるイベントって初めてなんですよ。これやると、エメちょっと払うだけで、2倍になりますからね、研究が。なので、まあ、ほんと、なんとなく、そんな魔法、アイテムそんな買わずになんとなく、エメラルド貯めてるような方はね、ぜひ、やっていくのいいかなって思います。あとは、エメそこそこ溜まってて、で、タウンホール上げたての方、軍事力ね、すぐ、整えないといけない方っていうのはね、ラボとかで、まあ、強い、まあ、ゴレネクロ編成とか、あと、ラバとバルーン一緒に研究したりとか、あと、ドラゴンと、ドラゴンとライトニング一緒に研究したりみたいなことができますんで、まあ、それらに該当する方に全然使っちゃっていいかなって思います。で、視聴者様からのコメントでちょっと拾っていきましょうか。はい。資源が溢れてるのに枠がなくてアップグレードできない状況なら、エメで枠増やせるのはいいんじゃないかと思った。そんなに払えないエメ数じゃないし。で、それに対しての返信がですね、タウンホール13、14ぐらいで大工フル稼働なら、正直ヒーロー本買うより余剰大工で上げた方が得な気がするっていうコメントいただきました。そうなんですよね。まあ、言ってしまうと上のコメントの例言うと、まあ、月が終わって月始め、はい、シーズン資源で資源が余ってますよと。で、大工さんフル稼働しちゃってるっていう時に、まあ本当数百エメとかで、何かしらね、着工できたら美味しいですよね。あとはね、研究でかい。研究がさっきも言ったように、ラボの研究が2倍になりますし、で、お見せしますね。タウンホール13ぐらいの研究だったら、ドラゴンライドレベル2にするのに、286エメで始められるんですよ。これ、エメラルドで戦いの本買おうと思ったら、はい、925円目。結構しますよね。結構なお値段しますんで、なので言ってしまうと、今回のこの研究の方はですね、速攻でユニット使えれるようになるわけじゃないけど、エメラルドが安い戦いの本みたいな感じで思っていただければ、だいぶ安く感じられます。はい。なので、自分もう使っていきます、これ。ほんとお得だと思ってるんで。で、あと、ラボほんといいのが、これ、ブーストかけると、前回の動画でも紹介したんですけど、はい、両方とも、倍になるんですよ。なので、研究ポーションで1個だと1日しか時短しねえのか、みたいな感じになるんですけど、
あの、ラボの恩恵が、あ、ラボじゃない、研究ポーションの恩恵がめちゃくちゃ大きいんですよ。だからちょっと、これラボはね、ゴブリンの研究はね、ほんとおすすめしたいと思ってる。はい、続いてですね、さっきね、このゴブリン大工とか、ゴブリンの研究活用した方がいい人の話したんですけれども、他にも当てはまる、アカウントありまして、それがね、こう、対戦をガチで育成してなくて、ヒーロー全然ずっと工事中でいいよとかね、もしくはサブアカ育成してて、そんな対戦ね、参加してないとかね、普通に育成してる、ね、なんか対戦参加しないで育成してるサブアカ持ってる人、結構いらっしゃると思うんですよ。そういった人はね、結構使っていいと思います。エメが溜まってるんだったら。で、前回の動画での視聴者様のコメント、はい、ゴールドパスの大工ブーストの効果あり、ロイちゃんアップグレードが3、レベル30からレベル31で250エメ必要だった。これなら毎週ヒーローボーン買っていくよりお得だなっていうコメントいただきました。はい、そうですね。ヒーローボーンは500、エメで、買えますので、それが半額で上げれるんだったらいいですよね。で、そんな対戦でね、使っていないんだったら、やっていく価値あると思います。これやっていくと。あ、はい、225エメで、こっちのサーバーか無課金アカウント、エメラルド結構もう無課金で溜まってるんで、使っていきましょう。はい。で、これでやっていくと、はい、大工7人稼働しているんで、まあ、なんか、ね、ダクエリね、こう結構溜まってて、ね、ヒーロー着工できそうだったらね、使ってた方がお得なんじゃないかなっていうふうには、自分も思ってます。で、さらにね、大工7人工事中だったら、もう大工ポーションの恩恵、めちゃくちゃでかいですよね。これさ、だって大工、7人でしょ？だから70時間分、1時間で70時間分村の育成、こう短縮してるっていうことですからね。これ、6人だったら60時間じゃないですか。もう10時間って結構な差だと思います。で、これが例えば、まあ、5個とか10個使ってたら、どんどん差が開いていくわけですよ。なので、ヒーローの本宅とかよりかは、全然ね、お得だと、はい、考えてます。あ、ただね、対戦結構参加してて、こう、ヒーロー使えないの、使わないで攻めるのちょっと無理っていう人ね、はね、やっぱりね、そういった方はね、エメラルド、ちゃんと貯めてね、ヒーローボーに使っていくのは、全然ありだと思います。ほんと人によります。なので、さっき言った、条件ですね。エメラルドなんとなく貯めてね、全然使ってない人とか、あとは、こう、対戦全然参加してないアカウントとか、サーバーが持ってる人とかだったら、まあ、このイベント期間中ね、本当にお得だと思いますので、ぜひ、こちら、使ってみてはいかがでしょうか。はい、なので、実際にこう、これ本普通に買った方が良くないかってコメント結構ついたんですけれども、本買うよりかは効率的になんかエメ安くこう育成できるんだったら俺は別にゴブリン大工とかゴブリンの研究って全然やってもいいと思ってる派でございます。はい、なのでね、ぜひ皆さんもね、まあエメちょっとぐらい使っていいかなって、あ全然こっちの方が効率的に村育成できるなって思ってる方はですね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で、日数もまだまだありますもんね。これ、いつまで？ 40 日？まだ40日もあんの？ 12 月まであんのか。なので、うまいことね、エメラルドね、溜まってるエメラルド使っていけばね、まあ、1、2回、まあ、エメラルドそんな渋るっても、1、2回ぐらいだったら、はい、使っていいと思いますね。ケイスケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってある、クランメンバー募集の動画をご覧ください。ということで、今回はですね、実況主は個人的に、ゴブリン大工、ゴブリン研究の結構効率よく村育てられて、結構悪くないイベントかなって思ってるっていう、そんな動画をお送りしていきました。まあ、これに関しては、育成のプレイスタイルは本当人それぞれだと思いますんで、あ、なるほどなと思ったらですね、ぜひ、まあ、1、2回ぐらい活用してもいいんじゃないかなって、はい、個人的に思ってたんで、ちょっと動画にいたしました。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。